どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽楽しめるようになっちゃうよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日ももりもり始めていきましょう。今日は何の日か皆さん知ってますか？ドーン、バレンタインデーでございます。今日2月14日バレンタインデーということは、やっぱりどうしてもこの歌が頭の中流れちゃいます。こちら国生さゆりさんのバレンタインキッス、こちらの曲をやってみようと思います。この曲名なんですけど、この曲名がね、バレンタインデーキッスっていう曲名かと思ったら、バレンタインキッスなんですよ。皆さん知ってましたか？もちろん作詞は秋元康さんでございます。これはもうもちろん皆さんご存知、おにゃんこクラブですからね。国生さゆりさんね。だから国生さゆり with おにゃんこクラブ。こんな感じでございました。これ1986年リリースですから。まあ私、ガズが中2でございます。エレキギターに出会ったぐらいですね、ちょうどね。ほんとすげえなと思うんですけど。まあまあ今もね、これバレンタインデーになるとなんかどっかでこれがこうメロディー流れてくる名曲でございます。はい。やっていきましょう。これもちろんこの曲有名ですからね、ガズレレ YouTube チャンネルでね、2018年ぐらいに取り上げてですね。18、19、20、21、22、23、20、やっぱ7年ぐらい前なんで、ちょっとこれ今年やろうと。2024年版ということで新たにですね、さらに分かりやすくかっこよく簡単になって再登場でやってみようと思います。さあ本日は G ラブのブラックビューティーモデルのこのウクレレとシンプル簡単バージョンでは、こっちの初めてウクレレを使ってレッスンしていきます。初めてウクレレは Amazon で即ゲットできるようになってます。いいウクレレですよ。こっちも初めてウクレレで Amazon で検索してみてください。はい、2月の17、18もうちょっとですけどね、長野県の松本市で G ラブウクレレのポップアップショップオープン。すべてのモデルのラインナップのね、試奏試し弾きができるようになっていたり、島村楽器松本店さんオリジナルオーダーのね、ウクレレもね、そこでね、ちょっとタッチできるんで、ぜひ皆さんお越しください。詳細概要欄に貼っておきます。じゃあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレリシンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。この曲はですね、結構ね、楽しい曲なんですけど、ワンブロックずっとコード2個ずつが続くんでですね、結構ねコードの順番ごちゃごちゃになりますけれども、簡単にアレンジしてます。安心してください。後半はかっこいいバージョン、こっちはもうねノリノリの8ビートでいこうと思うんですけどね、こうかっこいいフレーズとか入ってきて、なかなかマニアックな決めは入ってきます。はい、濃厚に行きますよ。2バージョン最後までご覧になってください。まずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これから自分の人生でどんどん自分の大好きな曲生み出せるようになりますからね、ぜひ音楽始めてください。さあそれではレッスン入っていきましょう。国生さゆりさんのバレンタインキッス、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からゆっくりやってみる。 1,2,3,4 シャララスー、彼氏のハートを射止めて Oh baby Do a do a Oh baby Let me do 1,2,3,4 甘い甘い恋のチョコレート、あなたにあげてみても目立ちはしないから、私ちょっと最後の手段で決めちゃう。Shut up.
の国生さゆりさんのバレンタインキス、ガズレレレユシンプル簡単バージョンやってみました。なんか可愛らしい曲ですよね。これルンルン気分になっちゃう。これシャラララン、スーカオリキ、なんかこれいいですよね。もうなんかこう乗れる、素直にもう乗れるし歌いやすいんです。これ一回聞いたらもう覚えちゃうんじゃないかっていうね、すごいね、あのメロディーですよね。歌詞の内容ももうさすがに秋元康さんですよね。もうなんかね、いやいや、もう堪能してください。今のアレンジは、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンで、1番全部やってサビやって感想やった後に2番の B メロやってまたサビ繰り返したというオリジナルアレンジになっております。これいいアレンジだと思うんですね。でフルコーラスやってみたい方いるか、あのまあわかんないですからね、あのフルコーラスやってみたい方、これを元にしてコードを書いて2番の歌詞とか書き加えていくとできるというふうになってるんです。まずはガズレレバージョンすべてここにね網羅されてますんで、やってみてくださいということなんですけれども、ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それを見ながらウクレレで練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定としてはですね、ガズさんの今の演奏簡単バージョンの演奏に合わせて一緒にできるようになったら素晴らしいと思います。ちょっとさっきも言ったけど、今日コードが繰り返してね、この G7 とか Em7 とかね、もうコードもあの順番がね分かりづらくなっちゃうんですけど、それさえねあのちょっと落ち着いてやるとね結構簡単にできると思うんですけどね、楽しい曲ですから、プライしてみてください。一緒にできるようになった方、次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、とはいえもう歌詞とコードを全部丸暗記するのってやっぱり大変ですから、やっぱり最初は楽譜を見ながら何回も何回も練習して、いずれ覚えちゃって、このバレンタインデーにこうね、あのシャラララ、今年はちょっと今日ですから無理にしても、来年までね、まあ、練習してちょっと覚えられたらいいなというふうには思うんですけれどもですね、まあ、とにかくそんな風にはなるのがいいかなと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるのさというふうに思うかもしれません。安心してください。はい、この楽譜、ガズがね、今の演奏ね、このガズの手書きのノートを見ながらねやっていったんですよ。はい、バレンタインキス2024年改訂版ということで、このように書きました。これね、もうちょっとしたら画面にこのように映して、みんなもこの通りに書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な、もう山のようにあります楽譜はの中から、毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから、皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。2024年改訂版のバレンタインキス、国生さゆりさんでございます。2月14日バレンタインデーはこの曲がなんか流れてくるよねということでございますが、ちょっと見てもらうと、ここワンブロックコード2個で忙しいでしょ、忙しいっていうかね、これね C と Em7F1 これがね結構こんがらがるんですよ。ずーっとここまで繰り返しなんです、コードが。ここが面白いところでございます。はい。ちょっと見てもらいたいんですけれども、結構シンプルですね。歌もね、皆さんこれは歌いやすいと思うんで、まあ大丈夫だというふうに思います。ちょっとポイントとしてはここ見てください。フレーズ1。ここでフレーズを入れます。かっこいいバージョン。ではね、シンプル簡単バージョン、これシンプルですよ。かなり。はい。こんな感じでございます。こうやって映しとくので、お時間ある方は一時停止して、書いてください。ノートなどに。で、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズレレ手書きノート、デジタルデータのまんま、そのものをダウンロードして、
してもらうのもね、ものすごい今日は有効でございます。ガズレレのノートの特徴、歌詞の上にこれ点が書いてある。明日は特別スペシャルデイ。一年一度のチャン、この辺シンプルだもんね。今日はでもあんまみんな知ってると思うけれどもさ、まあまあ、一応この言葉のタイミングがこの点とかでね、分かるようになってるんですよ。これが、うん、甘い甘い恋の蝶、これ、うん、これ休符だったりね。はい、あとはこのワンブロックに対してのこの歌詞の位置関係とか、歌詞カードには載ってないこの伸ばすところ、これがね、結構参考になりますよ、ということなんで、ぜひね、ガズクラブにご加入いただいて、このデジタルデータの楽譜ダウンロードしてご活用いただくのもご検討ください。お時間の方は移しとくので、一時停止です。その通りに移してください。一時停止。まず B、A メロ1番、A メロ2番。はい、そして、ここサビ、あ、B メロサビですね。この早口言葉が結構ね、大事ですからね。まあ、私ちょっと最後の手段で決めちゃう。ここがあるのね。で、ここ、これ書いてあるでしょ。これかっこいいバージョンでは決めていきますからね。はい。ここのフレーズとか、この決めとか、かっこいいバージョン結構濃厚に攻めてますから。で、ここからサビなんですけど、ここ見てもらうと2段になってる。これ2回繰り返します。1回目は上の段。繰り返しは下の段。こんな歌詞になってます。で、こういう風にやったら、今度ここ、シャラララス的にキース、これイントロと同じやつを感想として、かける2、2回繰り返しますよという、これがセットですね。サビが終わったらこれをセットにするということで。はい、そして本来だとここから2番が始まっていくんですけど、ガズレレオリジナルアレンジで、2番の B メロですね。とっておきの洒落たチョコレート、それは私の唇行って、で、ここも同じ決めをやって、またサビを戻る。で、サビ戻ったら、今度は下の、ここ、恋の記念 B に行って、シャラララやって終わる。これがガズレレアレンジでございました。はい。一時停止で書いてください。はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。今日はね、コードね、6個です。言っていきます。CAmF、DmG7、Em7、入門コード6個。これは嬉しいやつ。今映ってるこれはね、ガズレレでは超入門コードのグループとして有名なこちらになっております。ガズレレ必須コードでございます。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレで始めたばっかり初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個も覚えないといけないのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど、いっぺんにね、ドーンと10個覚えようと思うと、もうごちゃごちゃになるんで頭が。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に URL 貼っとくんで、ガズレレ必須コード10個覚えちゃってください。さあ、それではかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけどですね。まあ、この曲はね、歌いやすいっていうのはもう何者にも変えられないですね。昭和の曲のいいところはやっぱね、すぐ歌えるところ。巻き込み型ですから。この曲ももう間違いなくみんなでも歌いたい曲です。はい。歌いやすいところでも熱唱していきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説やっていきます。かっこいいバージョンも出てくるコードは全く一緒。さあ、弾き方からいきましょう。今日出てくる弾き方、こちら、ドン。8ビートのチャと、カッティングが、まあ、出てくるだろうな。決めがあるんでね、そこで出てきちゃう。とはいえ、ほとんど8ビートのチャなんで結構シンプルでございます。今映ってるこのリズムの弾き方の解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという URL の先に行ってもらうと、それぞれの濃厚解説レッスン動画があるんで、それを見てまずやってみてもらえばなというふうに思うんですけど、基本的には8ビートのチャですが、ちょっとこのコード進行、これが長いからね、今日。C, Em7, F, G7。これがずっと続くんですよ。これちょっと練習しましょうか。こういうワンブロック2個が続いていく8ビートのチャって、例えば、やってみますよ。1、2、3、4。ずっとこれが続くわけです。なんですけど、これでももちろんいいんですけど、ちょっとね、雰囲気を変えるために、ちょっとニュアンス変えて、こういう感じでもいいかも。ドドチャッカ、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 ドドチャッカ。こういうニュアンスがあってもいいかなと思います。これ好みだと思いますね。どっちにしてもこれノリノリソングなんで、あんまり細かいこと気にせずに、こう、自分が気持ちがいいノリでいいと思います。ドドチャッカ、ドドチャッカ、ドドチャッカ、ドドチャッカでもいいし、ドドチャッカ、ドドチャッカ、ドドチャッカ、ドドでもいいしね、このね、ちょっと、なんか跳ねてる感じがあるともいいかもしれないですね。スーパーセントリズムが跳ねる。どんどんチャッカ、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 どんどん。ちょっとルンルン気分入るといいかもしれませんね、ということでございます。で、今日はね、シンプルなんですけど、そうは言ったって決めが入ってきます。まずね、一番最初に出てくるのが、フレーズです。タブフのフレーズを登場させました。これちょっと余裕出てきたらやってもらいたいんですけど、どこで出てくるかというと、2番の一番最後です。A メロの。Oh, baby!ここかっこいいでしょ。これやりたい。これちょっと見てもらいますとですね、タブフを出します。まずこれ見てもらうと、タブフの読み方わかんない方は概要欄に貼っとくんで、これ見てもらいたいんですけど、まず3弦の0に、次2弦の0、1、3、次1弦の0、2、3、これドレミファソラシドなんですね。これを
この C のワンブロックの間に入れるんですけど、これポイントがあって、C を押さえながら全部フレーズを今弾くと。で、一弦はその時どうすんだいってなると思うんですけど、その時は話すんです。ちょっと見ててください。ガズの左手に注目。いきますよ。せーの、3、はい。ここで話す。わかった？せーの。聞こえるでしょ、そういう風に。まずはもう、C から始まります。3弦の0フレットっていうのは、つまり、ここはですね、C なんですよ。で、ここの3弦の2フレット。まず、ここの2弦の0フレットも C ですよね。その次、また、2弦の1フレット。これ C サス4。で、今度は2弦の3フレット。ここまではずっと1弦の3フレット押さえっぱなしですからね。はい。で、今度、何も弾かない。0フレット、1弦の0フレット。で、1弦の2、3ですからね。はい。じゃあちょっとドアップバージョンでこれちょっと映しましょうか。ゆっくりいきますよ。せーの。ってなりますね。これ一瞬芸ですから。本当に。はい。この一回全部話すっていうのがね、ポイントになるかなと。ちょっと流れでやってみますか。Oh baby, you are too, oh baby, love me do. ここ。甘い甘い恋の。はい。こうなりますと。で、この B メロからはワンブロックコード1個なんで、ダン、チャッタ、ツッタ、チャッカ、ドン、チャッタ、ツッタ、通常の8ビートのチャレ。これちょっとやっぱさっきも言ったけど、跳ね気味でやるといいかなと思います。この B メロの最後に、今日一番の決めが出てきますからね。いい、やってみましょう。目立ちはしないから。せーの。目立ちはしないから、私ちょっと最後の手段で決めちゃう、チャッタ、ダン、ドン。こんな感じです。これ、カッティングですね。D マイナーで、ダッ、ダッ、頭打ちのリズムということで、ダッと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 みたいな感じで止めるんですよ。見てて、Dm。左手で音止めてる。触ってます。これがカッティングです。で、次の G7 も2回やります。ダッダッで止めて、チャッターダーですね。はい。チャが入ります。もう1回 Dm と G7 の決め、ワン、ツー、スリー。私ちょっと最後の手段で決めちゃう。チャッタッタン、ダッて止まる。かっこいい。これはですね、もう練習あるのみ。ダッ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 チタッタンダッバレンタインデイピース。こんな感じになります。はい、ここはちょっとね、ものにしたいです。カッティングがね、音がビシッと止まる。音カットするからカッティング。ここ綺麗よくいきたい感じ。はい。そしてこの、サビに入っていきますね。バレンタインデイピースでずっとやって、サビの一番最後のところでもちょっと決めがありますね。サビ全部やってみましょう。バレンタインデイピース。次いきますよ。止まる。ダダダドジャーン。はい、これ結構簡単じゃない。バレンタインで C で一回止まって G7 でツッタダダです。 C ツッタダダだからチャを弾いてチャダダダかな。 G7 は C うんチャダダダ。次 F で止まる。ダで G7 で伸ばす。ダーンです。はい、わかった。じゃあ、バレンタインデーキス、最後のね、やつやって、最後の場所からやってみます。せーの、3、はい。バレンタインデーキス、リボンをかけて、シャラララ。こんな感じになります。可愛らしい決めですね。これ B メロの一番最後のところと、ちょっと雰囲気は似てるんですけど、微妙に違います、ね。そこ注意が必要かなと思うんですけど、こっちの方がね、サビの中での方がこう、簡単かなというふうに思います。で、あとは繰り返しになっておりますんでですね、演奏自体は、シンプルです。ということは今日のはやっぱりさっきの出てきてこの、と、あと B メロの最後とサビのこの決め。このね、3つがですね、やっぱキーポイント。あとはシンプルな8ビートのチャラなんで気持ちよくいけると思うんですけど、こういう気持ち良さっていうのはね、やっぱリズムキープ結構大事になります。8ビートのチャだとね、もうご機嫌気分になってどのテンポ速くなりがちなんでですね、そこ気をつけていきましょう。可愛くちょっと跳ねた感じでやるのがいいかなと思います。そしてやっぱりこの曲はやっぱりこのメッセージとしてはもうバレンタインデーの日ですから、このドキドキするこのチョコレートを渡す気持ち、そういうのを想像するのがやっぱり大事かなと思います。歌詞もしっかり読み込んでですね、80年代のもう雰囲気満載ですから、みんなが調子に乗っていたそんな時代です。調子に乗ってこの曲をやるのをおすすめします。さあ、それではやっていきましょう。国生さゆるさんのバレンタインキスガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。One, two, three, four. シャラララ、素敵にキス。シャラララ、素顔にキス。シャラララ、素敵にキス。シャラララ、素顔にキス。
り上げてみても目立ちはしないから、私ちょっと最後の手段で決めちゃう。バレンタイン、翔さゆるさんのバレンタインの名曲やってみました。この2月14日にこの曲をやるのがまたいいかもしれません。これ楽譜見ながらでもいいから、今日どうですか皆さん、女性の方、あの彼氏旦那さんにあの歌ってあげるのはなんかどうしたらいいか分かんない顔されそうですけれども、これ可愛らしくていいじゃないですか。ぜひあのやってみてください。はい、こちらの方が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分がこれそれぞれ200曲収録というね、話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売していますんで、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ガズレレではねアプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで、皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんでそこで見てもらっていいなと思ったら、1曲からでもセットでも楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っているデザインされた楽譜なんで、これもかなりご活用いただけますよ。でアプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも、これもねAmazonなどで売ってるんでチェックしてみてください。あとですね、ガズレレではですねもう一個やってるんですよ。これガズピアノ、これ超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル別にあります。これ本も出てますから、リットミュージックから。ガズさんピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そう、だから面白いんです。ピアノの常識を覆す、弾き語りに特化したもう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室、ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったらもう30分でできるようになりますからね、ぜひやってみてください。あとガズレレではですね、このウクレレストラップとか、このキャップとか、T シャツとか、このここに挟んでる水引きとか、もういろんなね、可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね、見てみてください。ともあれいろんなことやってるんですよ、ガズレレって。はい、このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、そうあっちこっち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうねガズレレ G ラボではですね、もう課題曲もねもう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。もう楽しく音楽聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよってお勧めして教えてあげてください。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。